非待機依存推進。非待機依存推進。非待機依存推進は、内燃機関、ディーゼル機関の作動に必要な大気中の酸素を取り込むために浮上もしくは、シュノーケル構想をせずに潜水艦を先行させることを脳にする技術の総称。ただし、通常は原子力潜水艦で利用される、核動力を含まず、非核動力艦のディーゼルエレクトリック機関を補助。 保管する技術を指す。エイプは通常補助動力として用いられる。多くのエイプシステムは電動推進機を駆動したり、潜水艦の蓄電池を充電するための発電を行う。潜水艦の電気系は、いわゆるホテルサービス、ホテルセルビセス、すなわち換気、空気浄化、照明、空調など、管内居住環境の維持のためにも用いられるが、 水深に用いられるものに比べればわずかな量である。エイプ機関は既存の潜水艦であっても十分なサイズさえあれば、尖閣に追加の区画を挿入することによって能力向上策として導入することができる。エイプは通常、大気依存型水深を代替するほどの航続力や出力を持たない。しかし、在来型の潜水艦よりも長期にわたる、 連続先行を可能にする。とはいえ、典型的な在来型の動力機関は、最大で3メガワットの出力を持ち、核動力であれば20メガワットを超えるものすらあるが、エイプでは良くても、その10分の1程度、数百キロワット程度の出力にとどまる。古くは1867年に、スペインのナルシス・ムントリオールが、アエン、二酸化マンガン、塩素酸カリウムの化合熱で、 レシプロ式蒸気機関を動かし、潜水艇イクティネオ E をテスト航行させることに成功してる。また、帝政ロシアでは、先進的なエイプ式潜水艦の研究が行われて、いたが、第一次大戦と革命の混乱の中で研究は途絶してしまった。第二次世界大戦中、ドイツは、ヘルムート・バルター博士の指導下で、先行中の潜水艦の酸素源として、 火酸化水素を用いる研究を行っていた。ここから転じて、火酸化水素から得られる酸素によって、内燃機関を作動させ、潜水艦の水中動力とするアイデアが暗出された。これは後に開発者の名にちなんで、バルター機関と呼ばれるようにいる、エイプの走りというべきものであった。バルター機関は、火酸化水素を、カマンガン酸カリウム触媒で分解して得られた酸素を、含む、 水蒸気によってディーゼル燃料を燃焼させて加熱した蒸気を入る、イサイクル蒸気タービン機関である、バルター機関を用いた潜水艦も数隻ながら建造された。その中の一隻、ザベアブ型 U1407 は戦後になってからサルベージされ、イギリス海軍で HMS メテオライトとして最終駅した。イギリス海軍は潜水艦の水中での動力源として、 核動力機関ではなく、バルター機関の開発に注力し、1950年代後半に2隻のエクスプローラー級潜水艦を新規建造した。同じくザ・ベアブ型を接収したアメリカ海軍も、バルター機関を搭載した実験的な潜水艇を建造した。イギリスと同様、旧ソ連海軍もエイプに関心を抱き、液体酸素による閉サイクルディーゼル方式を用いた。 沿岸紹介用の小型潜水艦615型、プロジェクト615、NATO コードネーム、ケベック級を収益させた。その後、ドイツから接収した、イクスビ計画の資料をもとに、バルター機関を搭載した、S、S-99、617号計画を建造、収益させたが、酸化剤である過酸化水素に起因する事故を起こした。しかしながら、いずれの海軍においても、 この時期のエイプ開発はそれ以上の発展や採用を見ることはなかった。バルター機関の燃料である過酸化水素は腐食性があることに加え、爆発性の物質であるためにしばしば事故に悩まされた。また、液体酸素を採用したソ連海軍でもやはり爆発や火災などの事故にたびたび見舞われた。アメリカ海軍が潜水艦への搭載が可能な小型原子炉の 実用化に成功すると、イギリス、ソ連いずれの海軍も同じ道を選択し、エイプ機関の開発を断念した。しかし、原子力潜水艦を実現するためのもろもろの障壁は低いものではなく、政治、軍事、地理等々の制約から原子力潜水艦が不適な国々が存在する。そうした国々では、通常型潜水艦のさらなる能力向上策として、 一定の要求があったことから、いくつかの国々では、研究が続けられ、1980年代前半頃から、徐々に実用性のある方式が、実現されるように言ってきた。逆に、アメリカでは、原子力潜水艦の登場により、通常動力艦の新規導入がなくなったため、建造だけでなくエイプの研究も停滞している。以下に、上述のバルター機関以外のエイプ方式で、 技術的可能性が検討された、もしくは実用化段階に達した一歩の類型を示す。どの方式であれ、一長一短があり、運用国の運用構想と要求によって適避が損するため、一義に優劣を定めることはできない。閉サイクルディーゼル、すべてを翻訳し、クローズドサイクルディーゼルと呼ばれる場合もあるは、水上構想時には、在来方式と同様に大気中の酸素を、 休止、先行時には酸化剤、通常は液体酸素を用いるから供給される酸素で、ディーゼルエンジンを駆動させる方式である。純水酸素による燃焼で、エンジンが焼灼されることによる過度の消耗を防ぐめ、吸気の酸素分圧を意図的に低減させる工夫が必要であり、吸気に何らかの不活性ガスを混入させて、自然大気と同等の分圧を実現する必要がある。 また、内燃機関であるため、作動時の振動、騒音により、ソナーにより捕捉されやすいという端緒もある。この方式の場合、排気ガスはそのほとんどが不活性ガス、二酸化炭素、水蒸気から構成される、高温の気体である。これを十分に冷却した後、不活性ガスを回収、再利用し、さらに海水など考外から取り入れた水煮に、 酸化炭素を溶かし込むことで排気ガス中、管外に排出しなければならない成分のほぼ全量を液体化することができる。大量の排気ガスを機体のまま海中に排出する必要は存在しない。この方式の開発を2006年現在、進めているのはドイツのノルト・ゼーベルケ社とオランダの社である。このうち全社はイギリスのカートン深海システムズ社の特許を用いている。 この方式では、先行中の閉サイクル作動には、アルゴン機体を混入させ、作動開始後には排気中から二酸化炭素を除去して、再び吸気に混入させることにより、酸素分圧の調整を実現している。いずれにせよ、除去された二酸化炭素を海水中に溶かして排出しなければならないため、厳密な意味での閉鎖サ,サイクル作動ではない。 TNSW 社は1987年から1989年にかけて出力 150kW のプラントによる陸上試験を実施し、さらに1993年には 250kW のエンジンを205型潜水艦 U-1 に搭載して先行試験を実施、バルト海において速力5 k ンで1800回り、 約時速 9km で 3334km の成果を得ている。なお、上述のソビエトの615型潜水艦が用いていたのは本質的にはこの方式である。615型は1953年から1962年までの間に31隻が収益している。615型には3機のディーゼルエンジンが搭載されており、 2機は在来型のが液吸入で、残る1機は閉サイクル作動で、それぞれ作動した。しかし、酸化剤として液体酸素を用いるという設計は安全性に極めて乏しく、M-256 が酸化剤の爆発とそれに伴う火災により、失われているほか、沈没に至らないにせよ多くの事故を経験し、1970年代初めまでに全艦が除石。 解体されている日本でも1950年代中盤より非待機依存推進システムの開発の一環として技術研究本部と川崎重工が液体酸素を用いた閉サイクルディーゼルの研究を行っていたが当時の技術水準では現在のようなコンピュータを使用した電子制御が困難で経費と期間を要することから研究は中止されたその後 自立型無人潜水機の動力として1990年代に開発され R1 に搭載された。閉イサイクル蒸気タービンとは液体酸素を酸素供給源として燃料を燃焼させた熱を利用する蒸気タービン機関である。現存の処方式のうちバルター機関の原理に最も近いのがこの方式である。フランスの DCNS 社が開発したメスマ。 モジュール D エナージースーマリーンアウトの目がその実用例である。メスマでは液体酸素を気化して得られた酸素とエタノールの混合気体を燃焼さて得た摂氏700度の燃焼ガスを用いて蒸気発生装置で摂氏500度の水蒸気を発生させこの水蒸気で蒸気タービンを作動させて発電を行う DCNS 社は1 9 8八年に出力 400kW の実験プラントを製作し、試験を実施した。その結果を受けて、1996年からは、プロトタイプの開発が認可され、1998年には、実用段階に到達したことが確認されている。日本では1950年代中盤より、海上自衛隊と技術研究本部では、昭和29年度から31年度にかけて、 新密菱重工と共同で、軽量小型高圧燃焼ボイラータービン、KRT の開発が行われた。これは、液体酸素と燃料を小型のボイラーで、高圧燃焼させ、蒸気タービンを駆動する方式であった。酸素の取り扱いと起動時間の問題により研究は、中止された。スターリング機関とは、シリンダー内の機体を、外部から、加熱、冷却し、 仕事を得る外年期間である。理論的熱効率が高いが、現時点での実装技術では、期間の体積あたりの出力が低く、大出力を得ようとすると期間が大型化する欠点がある。スウェーデンの造船会社コックムスが1960年代に研究に着手し、1983年からプロトタイプ試験を開始したものがよく知られている。同社の方式では、 液体酸素を気化して得られた酸素と燃料、ケロシンの燃焼熱、約摂氏800度をシリンダー内のヘリウムガスに伝え、このガスの膨張と海水冷却による圧縮の繰り返しによってピスンを動かす。コックムス社は1988年からスウェーデン海軍の熱検急潜水艦一番艦、熱検で全量産型の 4V-275RMK。 アイモデルの実用試験を実施し、5キロトンで14日間の連続選考に成功した。その成果に基づいて建造された実用艦級が1992年には量産型の MKE モデルを搭載したゴトランド級潜水艦である。ゴトランド級に搭載される MKEV4 から 275R 型機関は75キロワットの出力を発揮する。日本でも 同社より技術導入し、技術研究本部では、平成3年度から9年度にかけての技術研究で、同級搭載機と同じ MKE モデルを輸入し、独自試作の液体酸素タンクなどと組み合わせた上で、軽流区画と呼ばれる部分線角模型に設置し、地上試験運転を行った。平成11年度より、スターリング機関発電システム2組、 それぞれに 4V-275RMKE2 機及び液体酸素タンク2機を備えた増設区画を試作して平成12年度から13年度にかけて練習潜水艦浅潮を改装し実用試験を実施平成13年度中に性能確認試験を終了平成14年度から本格的な実証試験が実施されたその成果を踏まえ 平成16年2004年度計画において海上自衛隊が潜水艦操縫を建造しスターリング機関を採用した日本で初の実用潜水艦となった燃料電池は水素と酸素などによる電気化学反応によって電力を得る装置でありカルノー効率に依存する熱機関の介在がないため高い発電効率を期待できる燃料電池は原理的に ほぼ無振動、無廃棄で、副産物が、水のみといった長所があるものの、水素と酸素を安定した状態で安全に搭載しなければならないという技術的難関を何らかの形で解決しければならない。この方式では、ドイツの HDW 社が推進するものがよく知られている。HDW 社は、G メンス社の開発した、PEM、ポリマーエレクトラリットメンブレン。 高分子電解質膜を用いる燃料電池を使用する。この PEM 燃料電池では液体酸素から得られた酸素と水素急増合金に貯蔵された水素との反応で電力を得る。HDW 社は1980年から1986年にかけて陸上試験を実施し、 1988年から1989年にかけて205型潜水艦 U-1 で実用試験を行った。その結果、十分な実用性を備えることが確認されたため、ドイツ海軍は在来型ディーゼル、エレクトリック推進とのハイブリッド潜水艦の建造を決定した。これが 212A 型潜水艦である。212型には、 出力 34kW のモジュール9機を使用し、最大で 300kW の出力を得ることができる。在来型の電池との併用により、速力8 k ン以下で14日間の連続潜航が可能であるとされている。カナダ海軍には、イギリス海軍から購入したアップホルダー級潜水艦をエイプ化する計画があり、バンクーバーのバラードパワーシステムズ社が開発した PEM 電池を利用する。 バラード社の方式では、酸素の供給源は、体育中でも、液体酸素でも任意に選択可能であるほか、水素も、貯蔵タンク内のメタノールを始出機内の触媒で分解して得られるなど、ジーメンスの方式とはやや異なる。この方式では、高価な水素急増合金を用いなくても良いが、メタノールの分解過程で排気ガスが発生するため、排出処理が必要となる。 ロシア海軍では、クリスタール 27E を開発しており、ラーダ型潜水艦及び輸出型のアムール型潜水艦に搭載できるとしている。また開発中のカリーナ型潜水艦向けに、ディーゼル回出機を用いて、水素を発生させる方式のエイプ機関を開発している。技術研究本部では、昭和37年度より燃料電池の研究を開始した。 当初はナトリウムアマルガム燃料電池が検討されていたが、水銀の質量が課題であったため、昭和42年度より酸素、水素型に転換した。昭和49年度までに試作、試験を行い、多項性・ニッケルカーボン二重層電極、8セル構成で、出力9キロワット・電圧6ボルト・容量1 5 0 0ア,アの燃料電池を開発した。 これらの成果を踏まえて、昭和51年度計画潜水艦 51SS への燃料電池の搭載も検討されたが、液体酸素の取り扱いに関する傭兵側の不安を払拭できなかったこともあり、断念された。防衛省は、スターリング機関の後継の2020年代の次世代潜水艦用エイプシステムとして、2006年度から2010年度まで、 次世代潜水艦、エイプシステムの研究の名目で、燃料電池システムを研究したが、予測より、水素急増合金の技術的進展が遅滞し、調達コストが高価になる見込みとなったた、事後の製作評価において、開発意向については、技術進展を踏まえつつ十分な検討が必要で、あると結論付けられた。常実の処方式とは異質ながら、 エイプとして技術的な検討がなされているのが小型核動力プラントである。これは本質的にはモジュール化された小型の原子炉である。ただし原子炉としては小型でも動力プラント、それもあくまでも補助動力としてみるとかなり大型である。小型核動力プラントは原子力推進と通常動力の二本立てで潜水艦を建造していたソ連において 通常動力潜水艦の能力向上策として考案され、1960年代に開発がスタートし、1971年に沸騰水型原子炉と発電機で構成されるボーブマイナス6プラントが完成した。1985年、651型巡航ミサイル、潜水艦 B-68 を改造して防、ボーブマイナス6が搭載され、 翌1986年から1990年まで海場テストが行われた。西側ではフランスにおいて冷却系に自然循環方式を用いる小型原子炉が提案されており、航行中のメンテナンスはほぼ不要で 13MW の出力を得られるものが検討されている。だが提案のみで実際には製造されておらず、 上述のソ連潜水艦 B-68 が唯一の小型核動力プラント方式エイプ、搭載潜水艦である。エイプは、機関の体積に比して、機関出力が極めて低く、原子力機関のように人的制約を別として、実質的に無制限の水中航続力を実現することは、依然として不可能である。現在のエイプ技術では、 機関出力の上限は3 0 0ットから4 0 0ット前後となっており、2から8キロトン、約4時速1 5トルの低速航行が限界で在来型の蓄電池推進にも及ばない。したがって補助動力機関として利用されている。また、燃料の他に酸素を搭載しなければならないが、液体酸素は、沸点が低い、マイナス摂取183度ために、 取り扱いが難しい。燃料電池方式では、さらに水素も貯蔵しなければならないが、G メンス社の水素急増合金は効果かつ重量が、かさむ点で、バラード社のメタノール解出方式は250から、摂氏300度の高温を必要とするという点で、それぞれコストの上昇が避けられない。酸素、水素のいずれであれ、機体の液化貯蔵には、極低温が必要であり、 腐食性や可燃性といった危険性が伴う。いずれも艦内火災に極めて脆弱な潜水艦においては大きな難点となる。ジーメンス方式の燃料電池以外のエイプ技術ではいずれも発生した廃棄物を船外に排出しなければならない。高温のガスであるこれらの廃棄物は赤外宣言となって潜水艦の最大の武器であるステルス性を損ねる。多くの場合、 高温の排気ガスは、管外排出時には冷却と液体化が施されるが、その排出時の温度は、管外水温と比較して、高温となり、大幅に低減されるもののステルス性の障害である、ことは変わらない。また、排気ガスに、海水圧に講習るだけの十分な圧力がない、場合には、加圧が必要となるため、潜入深度と加圧排気ポンプによる、騒音発生との間でのトレードオフが生じる。 エイプ技術に期待されているのはより限定的な課題、すなわち長期間3から4週間にわたる連続選考、紹介を可能にすることである。紹介海域との王冠には、シュノーケル9排儀の在来型ディーゼルを用い、作戦中の低速紹介には、エイプを戦闘時の高速発揮には蓄電池をと使い分けて利用される技術であり、ディーゼル機関を保管する位置づけにある。 限界をはあるにせよ、現在のように数日程度に過ぎない、通常動力潜水艦の連続潜航時間を大幅に延長できる、エイプには大きな魅力があり、安全性や出力、エネルギー効率の向上に意が注がれている。また、近年では、高出力高容量化したリチウムイオン電池を採用することで、スターリングエンジンを使用するシステムを量駕することが期待されており、 送流型潜水艦の11番艦以降では、エイプを廃止、その分もカバーできるよう、リチウムイオン電池を搭載する手法が検討されている。高コストではあるが、エイプよりもリチウム電池の方が出力が大きいことから、エイプのように低速で長時間潜航を行えるのと、同時に在来線、エイプ線では想像もできなかったような高速での連続航行も可能とすると期待されている。 その後、水中持続力等向上のため、エイプを廃止した上で、リチウム電池を搭載する方式に決定された。2006年時点での比較エイプ潜水艦の新規建造実績、建造決定含むは以下の通り、建造国及びエイプ方式を示す。受注、建造実績を伴わない、提案、開発中含むものは以下の通り、 その他の使用内プ潜水艦については記事本文を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。